いやもうこの劇的な音楽聴くだけでちょっと懐かしいわ。これはね、もう本当令和に復活するべきゲームですよ、桜大戦オンライン。いやー、本当にね、自分が生まれてきたタイミングの問題なんだけれども、これがオンラインで遊べた時にはドリームキャストを持てていなかったわけですよ。桜大戦ファンだけが集まるこのオンラインコミュニティでね、みんなが同じゲームで遊んで交流をしていたっていうのは、後にまあね、例えば桜革命とかもそうだし、百花繚乱夢物語とかみたいな、その今でいうソーシャルゲームっていうね、体裁のものがたくさん出てくるんだけれども、そういうことはできなかったもんね。プレイヤー同士での交流みたいなのはさ、チャットをしたりとかっていうのは、ドリームキャストっていうのが時代がすごく早すぎたんだよね。デモ画面だ。あー、これこれこれ。いやー、これね、やりたかったよね。もうこれは完全にスクリーンショットをこう流しているだけの感じなんだので、その雰囲気っていうのは本当にちょっと味わうだけなんだけど、こう見ると薄いな、アバターね、こういうのやりたかったよね。こうやってさくらとかね、しーくんとかに案内されながら、いやー、ゆりくんもいる。そのさくらの登場人物たちが街を案内してくれてね、当時はテートとパリの2つしかなかったから、こうやって街を歩き回りながらいろんなアバターとかを買っていくっていうのが、いや、もうむしろ今ならそういうのができる環境っていうのが十分に整ってるはずなんだよね。あとはもうその商売として成り立つ成り立たないみたいなところがあるから逆に難しいと思うんだけども、いや、日本中の桜大戦ファンが当時これで遊んでたんだなーってね、先輩たちが遊んでたんだなって思うと、なんか、もったいないし、悔しいよね。いや、こういうトークショーとかもあったわけだからな。はぁ。ちょっと今喋ってるだけで、こうやってデモ画面が自然に流れただけだけどさ、これがやれない時代っていうのが悔しいよね。2001年に、2023年が負けてるわけですよ。いや、なんか悔しいよね、こういうのが遊べないのが。まあ、じゃあとりあえず今回の実況では桜大戦オンラインがオフラインで一応遊べるので、まあちょっとその雰囲気を味わうってだけでもやってみようかなと思っています。パートナーセレクトっていう形で、まあこれテート版なので、さくら、すみれ、マリア、カンナ、アイリス、コーラン、織姫、レギの8人から選べるっていう風になってんだけど、だんだんこれゲーム遊んでいくとちょっとパートナーが増やせるようになってんだよね。今回わざわざちょっと新規のデータを作って最初からちょっとやっていこうかなと思います。まあ最初さくらさんでやってみようか。で、オフライン版だと恋恋とペア恋恋、大富豪、ポーカー、麻雀、あと必殺麻雀っていうのをやりますね。まあ今回は一番わかりやすい、そうだな、ポーカーにしようか。あの駆け引きしてる感じとかを会話するのが面白いからね、さくらさんがいろいろひそひそ喋ってくれたりするのでちょっとポーカーやっていきましょう。対戦相手のキャラクターとかね、他の三人娘とかパリ花組とかも出てくるので、ちょっとその雰囲気楽しんでください。一緒に音楽いいよね。このシャノワールの曲でね。スリーやった人はわかると思うけど。マリアとスミレとコグリコね。まあ、ポーカーのルールはちょっと皆さんおのおので調べていただこうかな。まあ、役作ればいいってやつなので、まあ、Google とかで検索してください。そうだな、ルール設定とかね。ちょっと考えようか。まあ、一番この簡単なジョーカーがあったりとかっていうやつがいいのかな。よし、じゃあやっていきましょう。まあ4試合しかないやつ。あ、いきなり3カードじゃないですか、ちょっと。いい手ですね。じゃあ、チェックがあれだな、そのままにして、ベッドがもうちょっとかけるみたいなやつか。まあちょっと強気にいこうか、じゃあ。5枚増やそう。3カードなら大体勝てるでしょう。まあコールが。いいよね、こうやってみんなコールコールって喋ってくれるのがね。
あのもう静かに聞きたい人はもう自分で買ってください。じゃあどうしようかな。じゃあこの2枚ちょっと変えて4カードの可能性ちょっとかけてみるか。まあまあこんなもんか。で、じゃあまあこのままチェックでいこうか。コールよ。当然コールです。コールだよ。いやいいよね、こうやってね花組がみんななんかこう話しかけてくれる感じってのは嬉しいよね。さあどうなんだろうね。まあチェックしていって、コール。当然コールです。コールだよ。さあ3カードで勝てるかな。おし、幸先いいですね。もっとかけてもよかったね。強気にいってもよかったかもしれない。でも3カードぐらいだと負ける可能性が微妙にあるからな。あんまり冒険しちゃうとねちょっと怖いもんね。あーこれはワンペア狙いだな。でまあコールして、みんな気合入ってんだよな札出すとき。その辺も面白いよな。まあストレートも狙いんだよな。9、10、ジャック、クイーン、キングとかでね。まあでも6をベースにしましょうか。そこは崩さないでね。ワンペアで多分とどまるだろうかな、この感じだとね。まああんまり無理せずに無難な方法でいきましょうか。じゃあとりあえず6を残して、あでもジャックが失敗した。そうさ、ジャック残そうかなって思ったけど、まあこれでいいでしょう。まあもうこれ以上は降りるのも必要ない状態だからね。とりあえずワンペアで勝てたらラッキーぐらいかな。ああまあしょうがないね、これはいいでしょう、流しましょう。まだ負けはしなかったかしら。そうなんだよな、結構4人のこの2回交換しかできないポーカーだと、ちょっと難しいですね。まあワンペアぐらいでひょいっと勝てちゃったりはするんだよね。あフォールドとかで降りるってのもあるのか。まあ今降り、あーでもいいや、乗っちゃおう乗っちゃおう。おレイズか、どうしようかな、無理せず降りるか。あーチャット画面出しちゃった。そうね、オンラインだったらこうやってチャットもできたわけだからね。ちょっとやってみるか、せっかくだから。こうんにちはこんにちは。いやこういうのやったら帰ってきてたんだろうな当時は。お返事が来たりとかしてね。いやー今はそういうのができないからね。だからこういうのもさ、今だったらそのオンラインで会話しながらとかっていうのもあるわけじゃん。はい、なんて言うんだっけああいうシステムね。ゲームはゲームで、でその音は音で、でチャットでパソコンで繋いだりとかっていうのができるわけじゃん。だからこれのサービスとか復活してほしいな本当に。当時持ってた方っていますかね。あすげえな、3カードが2人もいたのか。そりゃ強気で来るわね。なるほどなるほど。さあ一応2位か、コクリコが今1位なんだな。ああ、ジョーカー来た、ジョーカー来た。これはいいな。ちょっとベットしちゃう。で強気に行こうか、25枚ぐらいにして。でスペードのフラッシュも狙いながらワンペアより上の役になればいいかなって感じで、この2枚捨ててみるか。で、あーどう、あストレートか。なるほどね、エース2345って扱いになってるわけだ。ベットしちゃおうか、もっといっちゃおうか。これでどうですか、ガンガンかけよ。ここまでなので降りちゃうかな。あいいね、コクリコ乗ってきたな。じゃあこれは別に交換しないにして、もっとコールする、もっとベットする。
これでコクリコ乗ってくれたらラッキーだよね。あ、オッケー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 。とりあえずストレートだったんだけども、まあどんな役をみんなが持ってたかってなるけど、こんぐらい強気にいっていいよね。はい、結果発表。私の力不足です。もう謙虚すぎますわ。楽しかったね。すみれさんに叱られてる3位の人を羨ましいな。いやこんな感じでね、楽しめてるわけですよ。あー、いや本当オンラインでやりたいね。まあじゃあちょっと今回はまあこのゲームだけにして、まあ次回ちょっと別のゲームもね、遊んでる雰囲気もお見せしていきたいと思います。引き続きぜひお付き合いください。